皆さんこんばんは。時刻は8時になりました。お聞きの放送はマイスでナイスなラジオ局 FM ヨナバル 79.4 ヤマトコーノのハレイドキドキハンバーガー。私ハンバーガーリストのヤマトコーノです。ヤマトコーノです。こんばんは。こんばんは。どうもご無沙汰しております。はい、お久しぶりです。お元気ですか？もう元気すぎてこのエネルギーどこに持っていこうかなぐらい元気です。もう伝わりますよ、その元気さが。すいません、しょっぱな噛みましたけどね、まあ、千代さんが来るとね、やっぱこう、うん、ラジオ番組が明るくなるっていうね。あ、本当ですか？各菩薩ガールのキャラクターで色が違うっていうね。ありがとうございます。今日は元気全開、ミラクル全開パワーで、はい、行きたいなと思います。よろしくお願いします。今日もスコットランドから。はい、もう長時間でした、はい、ね、寒いじゃないですか向こう。そうですね、やっぱ沖縄が一番です ね, ね、沖縄もね、ちょっとまあだんだんと涼しくなってきましたけども、うん、あ、でも今週暑いらしいですね、うん、なんか天気もまた変わってきて、うん、まあ、暑い沖縄をね、うん、楽しみたいと思うんですけども、はいはい、暑いことというよりかは悲しいことがね、来年。来年？そうなんです。悲しいこと、あの、ね、僕一個言いたいことがあるんですよ。なんですか？年号が変わるとか。あ、年号変わるんですけどもそれじゃないです。僕ね、あ、増税があるじゃないですか。あ、増税、増税やめたし、悲しいですね。でもね、この最近のニュースで、うん、なんかね、携帯電話の大幅値下げをね、うん、するんですよ、来年の10月から、っていう一応政府の要請でね、なんと4割も携帯料金下げるんだって。すごいですね。でも10月からなんだって。おー、この意味わかります？増税のタイミングでこれをするっていうね。なるほど、悲しいことばかりじゃないよとそう、なんか なるほどね、こういう裏があると、うん、いや最近思うんですけども、はい、増税をするじゃないですか、 8% から 10% に、はいはいはい、でその 8% から 10% にあたって、なんか 2% のポイントを、うん、なんかその還元するみたいな、そういう政府のやり方とか、うん、プレミアム商品券とかをやるとかって言ってるんですけど、はい、しかもそのポイント還元をね、ほとんどの商品にやるって言ってるんですよ、はい、だったら別に増税しなくていいんじゃないのってちょっと僕思うんだけどね本当ですね。ちょっとそういうことをね、最近思ってまして、あ、どういうことなんじゃと、まあ、こうちょっとずつ慣らしていこうという、はい、あれですかね。なのかな、なんか僕たち国民はなんかやめときましょう言うのは、はい、ね、皆さん増税の意見はこれどうでもいい話でした。そうですね、はい、ということで今日も元気よく楽しくね、いきたいと思います。今日のテーマは、ヤマトコーノが食べた外国の寿司、次の中で食べてみたい寿司ネタは。はい、変なネタですいません今日はね、4つ僕は食べてきた面白い寿司ネタを皆さんに紹介して、どれが食べたいですかっていうアンケートを取ったんですけども、はい、全然集まんなかったですね分かりづらかったのかな、今言いますよ。1個目、チキンアボカド、チキンとアボカドとマヨネーズが乗っかってます。美味しそう。美味しそうでしょ、うん、2つ目、エビケーキ、エビとアボカドとツナサラダととびっこが入っています。いいです ね, ね。3つ目、ドラゴンロール、これはうなぎときゅうりとクリームチーズです。あ、美味しそう。そして4つ目は爆弾、巻き寿司をパン粉につけて揚げちゃいます。でこの4つどれが食べたいですかって話をしたんですけども、まあ、ツイッターで今アンケート募集してますので、やってください。いいね、あ、いいねとか、そのどれが食べたいって教えてください、うん、ぜひとも、ね、皆さんのご意見を待ってます。時刻は8時9分になりました。ヤマトコーノのハレイドキドキハンバーガー、私ハンバーガリストのヤマトコーノです。ヤマトコーノです。そしてアシスタント菩薩ガールのマチルダです。最初のコーナーはこちら、世界の変なニュースを紹介するワールドワイドヘイ。やりたかった。やったぞ、頑張りますよ変なニュースを今日も紹介していきたいと思います。かっこしたけよということで、一発目のニュースはこちらです。食べると高確率で悪夢を見るハンバーガー、期間限定で販売。怖っ、はい悪夢を見るハンバーガー、期間限定で販売。怖いっすね怖い怖いさあ、どんなハンバーガーなのか紹介していきたいと思います、はい、これですね、イギリスのニュースでございます、バーガーキング、11月1日まで期間限定で販売するのは、うん、食べると高確率で悪夢を見ることができるというハンバーガー、ナイトメアキング。へ気のせいだろうと思うかもしれませんが、うん、独自に開発したチーズとタンパク質の配合により、はい、実際に悪夢を見る確率が跳ね上がることが臨床的に証明されましたすごい、はい、あ、これね、緑色のバンズ、はい、が特徴なんですけども、ナイトメアキングが食べた人を悪夢へと誘うこと、誘うかどうかを実験、ね、実証するために、うん、バーガーキングはフロリダ睡眠神経診断サービス
っていうのがあるらしいですね。66は奥義、泣いて目はキングを食べた25人と、うん、食べてない25人の眠りと夢を調査しました、うん、で睡眠の専門家の、ね、博士によると、はい、悪夢を見るのは全体の 4%、 つまり、まあ、大体寝てる人の 4% ぐらいが、うん、まあ、悪夢を見るそうなんですけども、うん、この泣いて目はキングを食べた人は、うん、その割合が 3.5 倍に跳ね上がったそうです。すごでバーガーキングによると、この恐るべき悪夢エフェクトを生み出す秘策は、うん、タンパク質とチーズの独自の配合だそうです。うん、あ、これアメリカのニュースですね、ごめんなさい、アメリカのバーガーキング、はいはいはい、ですので、まあ、アメリカのバーガーキングの話なんですけども、はい、日本でのバーガーキングでの販売情報はまだないそうです。そうですよね、ちょっと問題になりそうですもんね日本ってちょっと真面目だから、ね、真面目だから訴えちゃってね、クレームが出てきてね、 うちの子が眠れないじゃないのとかいう、ね、いいぞモンスターなペアレントさんがモンスターがね、そうなんですよ、ちょっとこういうハンバーガー今販売中だそうで、うん、緑色の写真見たんですけども、うん、いかにもまずそう。へえ、だってハンバーガーのバンズ緑色の食べ物、まあなんかすごいね、うん、濃い緑でね、へえ、ちょっとこれは美味しそうに見えないな。でもこの着色はほうれん草から来てますって言われたら、ああいいもんかなって、健康的な見たことないですけどね、どんだけの緑か、ね、どうね、結構濃ゆかったですね。でどうやらね、このチーズのね、うん、配分っていうか書いてあるんですけども、うん、あのこのハンバーガーもしかしたらその、ま、ブルーチーズ系のちょっと腐らしてるやつのチーズで、はいはい、なんかね眠気をおかしくする成分の地図があるみたいですねそれが入ってるんじゃないかっていうね、ニュースがありました。面白い。ということで、これを食べてみたい方はアメリカまで行って食べてもらえたらと、ね、そうですね。あ、沖縄の基地のさ、はい、バーガーキングないのかな。ですね基地内のバーガーキングは売ってそうじゃないですか、これ。ちょっと話聞いてみましょうかね。あ、話にね、基地内に、ね、で入りしてる人がいますから、ね、じゃあ聞いてください、ちょっと気になりますね。これってあの悪夢を見せようと思って作ったのか作った結果そういう情報ってどっちですか、ね、これはね、おそらくね、ハロウィンだからだと思いますね。ああ、そうなんですかハロウィンネタで作ったらなんか悪夢見ちゃったっていう話なのかな。作り手がそういうつもりなかったのにって言ったらかわいそうですよね。そうですね、そもそも日本はこういうもの作んないですね。このなんかネガティブキャンペーン的なものはね、すごい、さすがアメリカ、うん、夢があります、うん、ということで1個目の紹介、変なニュースですね、はい、2つ目のニュース紹介したいと思います。人工の月を中国が2020年に打ち上げ、本物の8倍の明るさまで明るくなって夜が滅亡。やだ、月は1個でいいですよこれすごいニュースでしょ、うん、これも読んでいきたいと思います。これ中国のニュースです。今月16日付の人民日報によると、2020年に人工の月を打ち上げる予定なのは中国南西部の成都市、うん、この人工衛星は月を捕捉する目的で設計されており、うん、太陽の光を反射して、うん、まあ、直径10から80キロメートルの範囲を誤差数わずか10メートルほどで照らすことができるという、その明るさは月、はい、本物の月のおよそ8倍とされて、はい、夜の街を夕暮れぐらいに明るくする明るさが照らされるという、この壮大な計画は今月成都市で行われた展覧会で発表されて、うん、計画によれば人工の月はおよそ50平方キロメートルを明るく照らすことができて、街灯も必要なくてエネルギー消費の節約になるという、うん、試験ではすでに数年前から始まってるそうですね。技術的にも成熟しているそうです、うんうんうん、そして、今回の人工の月計画が成功すれば、うん、街灯の消費エネルギー数もだんだんと減ることから、まあ、地理的な要因で日照が足りない場所を、うん、そこに光を届けることが可能になります。うん、ただ人工の月が生物のリズムを害する恐れや、うん、天体観測への悪影響を懸念する声も広がっています。うんうん、衛星から太陽光を届けるという新たな手法で人類の夜を闇を消し去ることができるのだろうか。計画の進展に多く注目が集まっている。やば、うわ、中国らしいですね。本当ですね。いい面もあると思うんですけど、絶対悪い面も出てきそうですけどね。これはちょっとなんか賛否両論ですね。本当本当、確かにあの北欧とかね、うん、北の男ってあの冬がね、冬になると太陽の時間が短くて白夜って言われる、日が全く上がらない地域もあるから、うんうん、そういうとこにはいいかもしれないけど、いいというかなんか狂わせてしまうような感じがしますね。ちょっと怖いですね。ちょっと怖い変なニュースでございますね。変です。まあでも月が
まあ、夜をコントロールできるっていうのはある意味では例えば電照菊とかって、うん、夜中ずっと電気つけて栽培してるけど、うんうん、ああいうところが、まあ、あそういう電力がいらなくなるから電気代は節約できるよみたいな、まあうん、お金の問題かって話かなそうですね、はい、皆さんどう思ったでしょうか。今日のへんてこなニュースでございました。と、はい、いうことでね、今日も、うん、面白い変なニュースをお届けしました、はいはい、今日は変なニュース2個お届けしました。ワールドワイド変のコーナーでした。時刻は8時19分になりました。ヤマトコーノのハレイトキドキハンバーガー、私ハンバーガーリストのヤマトコーノです。ヤマトコーノです。そしてアシスタント菩薩ガールのマチュードです。次のコーナーはこちら、日本って超すげー、ファンタスティックジャパン。イエーイ、はい、今日も日本の素晴らしい話をしていきたいと思います、はい、このファンタスティックジャパンのコーナーは世界を知れば知るほど、うん、日本がどういう国か見えてきますね。本当です。そして日本に住んでるけど日本がどういう国なのか実は日本人が意外と知らなかったりしますので、うん、今日はこの企画は日本が誇る日本の素晴らしいところにフォーカスを当てて日本を知り、そして自分の国をもっと好きになってもらおうっていうコーナーでございます、うん、素晴らしい、はい、今日のテーマは寿司刺身。お、はい、寿司刺身でございます。寿司も刺身も日本語だと思いきやこれ英語です。まあ、外国人からすると寿司も刺身も英語に変換すると寿司刺身になるわけですね。昔僕がブラジルの友達がいて、はい、彼があの面白い歌を歌ってて、天丼寿司刺身定食に食べるよみたいなこんな歌を歌ってたんですけどもここ日本かなってなっちゃいますねそんな歌あるんだと思ってブラジルにはと思ったんですけども、まあ、寿司刺身っていうのはまあ英語でもある日本語でもあると、うんうんうん、そして、ね、なぜこの話をしたかというと、まあ、先日ねあの83年間使用された東京築地卸、ね、市場営業終了しましたね、はいはい、83年という長い年月ですから長い、うん、でそして豊洲に新しく市場ができて移転しました。でこの豊洲というのは築地というのはですね1935年の戦前から営業してたわけですよ、うん、しかもこの築地市場というのは魚の取引がですね世界一の量だったと。へ、世界一です。日本一とかじゃなくて世界一、はい、世界で一番の魚を取ってた、まあ、年間66万トンの魚が集まってたということで、はあ、すごいの量がね来てたということで、うん、そんだけまあ日本人は魚が好きなんだと、うんうん、ということで今日はですね、まあ、刺身魚あ寿司刺身、うんまあ、日本料理ですよね、うん、この日本料理の素晴らしい話をちょっとしていきたいなと思います、はい、このちなみにこの生ものを食べる文化は結構意外と少なくて、うんうん、日本とあと韓国とかへタイとかもちょっとあるけどもそんなに意外とないんですよね。そうなんですね、うん、生ものを食べる文化がとても少なくてですね、うん、これいつから始まったのかとちょっと話をしたいんですけども、はい、実はこの生ものを食べる文化刺身が出てきたというのは、うんまあ、文献上出てきたのは室町時代ということで、うん、1300年代です。ほ700年以上前から実は日本人は刺身を食ったと、でも実はもっと昔から食べてたって話もあるんですけども、まあ、実際こう食べるようになったのはこの江戸時代からだそうですね。特にこの中心的に食べるようになったのは刺身というものが出てきたのは江戸時代だそうです。そうなんですね、うん、お寿司好きですか？あ、好きです好きです、うん、お寿司美味しいですよね。本当最近安いですからね。そう最近ね本当に安いですよね100円で食える時代、うん、90円の時もありますからね。90円もねありますけども、うん、でこの寿司というのは実はですね江戸時代ではですねなんか今なんかちょっと高級なイメージもありますよね、うん、でまあリーズナブルに食べれるけども、うん、昔は屋台で立ち食いをするような江戸のファーストフードだったんですよ、うん、江戸っ子が食べるファーストフード寿司みたいな。かっこいい。かっこいい。そうなんですよ。でなんか江戸のそういう昔はそういうこうクイックに食べるようなものだったそうですね。でまたあの昔の江戸の寿司はですね、うん、結構大きかったそうです。おにぎりみたいに。そうそうそう。今ね一口で食べれますよね、はいはいはい、で昔は本当になんかの今からまあ今の2倍か4倍ぐらい大きいこうネタだったそうで、もう具を乗せたおにぎりのような形をしていたと言われています。へえ、うん、そうなんですね。でその大きさが食べにくいということになって、うんうん、これでこう半分に切って提供したのが今2貫ずつ出されてると、うん、ああ、うん、あれはそういうなそういうのが2貫分が1個みたいになってた。そうそう、もともとあれ1個だったみたいな。食べづらいから2つに割ってこう出すようになったのが2貫ずつ出すこういう寿司の始まりすごいらしいですね。へえ。でこの寿司をね流行らせたきっかけっていうのはね、うんはい、醤油だそうです。
すごい醤油が寿司を流行らせたみたいですね。でこの江戸時代から刺身や握り寿司が広まっていくのは、はい、実はそれには羊、ね、羊品と言われる醤油の歴史が関わっているということです、うん、で誰がこの、ね、醤油を発見したか醤油を、ね、こう流行らせたかっていうのは実は定かじゃないと。ああ、びっくりしました。わからないそうです。誰か言うのかと思いました。思ったんですけども、うん、誰かが、マグロに醤油つけてみろって言ってね、うん、うまいぞっていうのが噂に広まったそうです。江戸で。それからこう、マグロや消費の量、消費量が一気に拡大してですね、うん、このマグロ漬けのね、まあ、マグロ漬けの漬けの寿司が流行ったりとか、はいはいはい、またね、その当時は、うん、あの酢飯じゃなかったんだって。でもこれもね、誰かがね、マグこう漬けマグロと酢飯は合うっていうのを、うん、広めたんだって。そっからこうどん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 こうババーンと江戸ではこう寿司が流行ってですね、うん、でまたこの江戸っていうのね、うん、江戸っ子っていうのは流行り好きみたいですね。もうとことん流行りに乗っかって一気にこう江戸っ子たちはこの寿司をこう醤油、うんうんうん、そして酢飯っていうのを流行らせたそうです。へえ、すごい、ね、面白いね、こういう話聞くと。面白いですねでこの寿司なんですけども、はい、この、ね、切り身が乗っかってますよね、うん、この刺身っていう表現とお造りっていう表現2個ありますよね、はい、日本って、はい、どう違うのかって思いません？ あれじゃないですか、やっぱり、うん、魚の頭と尻尾がついてたらお造り、あ、なるほど、そういうふうに思うわけですね、じゃないかなこれはですね、実はね、関西と関東の違いだそうです。え、そうなんですか？そうなんです。このまあ元々関西の方でお造りっていうのが流行ったことなんですけども、うん、元の刺身というのはですね、刺身切るじゃないですか、はい、でいろんなネタがあるけども、はい、どのネタなのか分かんなくなっちゃうから、うん、その刺身のね、切ってのあ切ってヒレを切り身にして、うん、こう置いといたんだって。でこの刺身のこのヒレを見て、あ、これはマグロだとか、うん、あ、これはエイだとか、うん、その切り身を置いて、うん、そのそれに刺した身を刺したことによって、うん、刺身と言われるようになったっていうこともあるのと、あとその当時江戸時代なので、はい、まあ、侍がいっぱいいると、うんうん、だから切り身とか言うとなんか切るって印象になっちゃうから、ちょっと良くないから刺身にしようと。へえ。でも刺すってのもね、なんかちょっとあまり良くないと思うけど、またその切るってのは腹を切るって意味にも通じるから、刺身と言わなくなって切り身と言わなくなって刺身になった。刺身。でまたその関西でお造りっていうのが、まあ、広まってるのは、うん、あの京都とかで流行った広まったらしいんですけども、うん、もう内陸ですよね、京都ってね、うん、はいはい、で内陸っていうのはそのいわゆる生魚を調理する前にちょっと湯に入れて殺菌とかして、はいはい、昆布で締めたりして、まあ、新鮮じゃない生魚を食べるためにこう手間暇かけていたと、はいはいはい、でその手間を作るということからお造りになったっていうね、話があるんですよ。そうなんですね。面白いですね。面白いですね。じゃあこれはさ、お作りじゃないっていうこともあるわけですよね。かもしれない、まあ、今はお作りじゃないですね。そうそう、新鮮な刺身がなるそうそう、昔はやっぱり湯煎して、うんうん、生物でもやっぱこうお湯で殺菌したりとか、うんうんうん、まあ、やっぱ輸送にもね時間かかったり、うん、あとわさびっていうのはそのやっぱり鮮度を保つため、いわゆる腐らないようにするために、うん、あのわさびって使ったみたいなんですね。わさびを楽しむとかじゃないんですね。うん、なんかもともとそういう保存のためにも使っていたって話もありました。すごい、やっぱ江戸時代のもう今使ってるものってのは過去にそういうね、うん、意味があってあると思うわけですね、うんうん、はい、で一個ね面白いのがあるんですよ。何でしょう？大トロ、はい、はい、好きですか？うーん、あ、そんな好きじゃない、うん、あの高くてあまり手つけないってだけなんで、食べたらハマるのかな。うん、僕めっちゃ好きなんですけどね。へ、脂身がいっぱいってね。へ、でこの大トロってのは実はね、今なんかすごい高級食材ですよね、うん、昔はね大トロって捨ててたみたいですね。そうなんですか？江戸っ子はね、脂っこいの好きじゃなかったみたいですね。もうそういう部分はほとんど使わなかったと。なぜ使うようになったんでしょう、なぜ使うようになったかというと、うん、実は大トロ食べれるようになったのは1960年代だそうです、はい、え、本当に今から50年ぐらい前、へ、戦後ですね。もったいない精神ですかね。かな、なんかもともと外国の文化だ、そうと書いてあった、外国の洋風化の文化からこの、はい、食の嗜好が変わってきたと。脂っこいものもほらハンバーグとかステーキとか、あと揚げ物とか食べるようになって、はいはい、ここから脂物がちょっと日本人好きになったんでしょうね。へ、
あ、肉の脂身もなんか霜降りがとか、うん、そう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 、もともと赤身しか食べなかったっていうのもあっただろうし、そこからこう脂身が美味しいということで、うん、大トロを食べる文化になってきたそうですね。今は、ね、大トロって取れるとこ少ないじゃないですか、うんうんうん、だから希少価値高いということで値段が高くなった。へー、すごいですね。奥が深いですね。奥深いというような寿司の話をしてきましたけども、うん、食べたくなりましたね。はい、もうお腹すきました。はい、僕もめっちゃ空いてます。じゃ最後にね、寿司ネタクイズ出して終わりたいと思いますけども、寿司ネタ用語はいっぱいありますよね。はい、はい、町田さん、スコットランド出身の町田さん、分かるかな、このネタ分かるかな。、はい、ではガリは何でしょうか。ガリ、はい、生姜。正解。ガリはね、ガリガリという生姜の食感からガリの。あ、そうですか。次、シャリ。シャリ、え、シャリはシャリですよ、ご飯です、はい、酢飯です。あ、酢飯、酢飯、はい、これ面白い。シャリがなぜシャリになったかというと、シャリシャリした感じ。あ、それはちょっと違う。シャリシャリってそうじゃないんですけども、シャリはね、はい、なんかその米の形とかが仮装した後に残る米状の骨と似てるから、やだ、呼ぶようになった。で、面白いのはですね、これインドの言葉で米、はい、インドの言葉で米っていうのはサリっていうんですよね、うん、お、そこにもね語源があるんじゃないかと。いつの間にか、うん、はインドから来てるんじゃないかっていう話もあるけど、定かではないと。インド人がサリサリって言って、サリ、あ、いや、シャリシャリとか。あ、なるほど、インド人が日本来て、あ、This is サリサリ、え、どこ、お、シャリだ、シャリか、なるほどみたいな。そうか、わかんないですけどね。はい、次、上がり。上がり、うん、上がり、うん、お愛想的な。あ、うん、お愛想知ってるんですね。あ、すいません、これからお愛想は。お愛想はも もう結構だよと。あ、もうご感情でね、ご感情してくれってことですね。上がり知ってます。上がり、上がり、あ、分かった、うん、あの最後の締め的な、あ、もう最後の一品よろしくみたいな。まあそんな感じかな。お茶ですね、お茶。あ、お茶、はい、あ、上がりくださいみたいな、皆さんが上がりますのでってことで、お茶を最後出すときに、うん、まあ、縁起がいい言葉でお客様が上がりますって時でお茶を出すと、あ、まあ、上がりっていうことになったそうですね。いい線言ってましたね、マチルダ。マチルダさん、じゃ日本人なのかもしれない、もしかしたら。実は、実はね、ベリベリベリ。でもまあ今外国でもね寿司人気だし、本当に僕もオーストラリアにいた時もいろんな寿司食ってきましたけども、うん、寿司はねもう世界の食べ物ですよ、うん。まあ、そんな寿司の流行りも江戸から来ていたと、うん、ね、今日は江戸の話からねしましたけども、日本の寿司ってすごいなと思いましたね、うん、すごいです。我々日本人のこの寿司を誇る話、今日はファンタスティックジャパンのコーナー、寿司をお届けしました。ファンタスティックジャパンでした。時刻は8時34分になりました。ヤマトコーノの晴れ時々ハンバーガー、私ハンバーガリストのヤマトコーノです。ヤマトコーノです。そしてアシスタント菩薩ガールのマチルダです。最後のコーナーはこちら、ヤマトコーノの外国活動体験記、スパイスオブザライフ。イエーイ、はい、このコーナーはヤマトコーノが旅をしてきて感じてきたことを紹介するコーナーです。はい、ね、ずっと毎週やってますけども、今日は第5回目ということで、うん、自分が、ね、体験してきたことをちょっと皆さんシェアするという話なんですけども、はい、シェアだけに今日はシェアハウス生活を紹介したいと思います。いいですね。はい、僕はですね、いろんなところでシェアハウスをしてきたんですけども、23歳の頃はですね、ケアンズという町に住んでまして、はい、まあ、誕生日迎えて24歳になって、ケアンズで2つの家に住みました。うん、でホームステイをした後にシェアハウスに引っ越したんですけども、うんうん、日本でもねシェアハウスって流行ってきてますけども、はい、今僕の沖縄の友達とかもシェアハウス住んでたりとか、うんうんうん、結構いてですね、日本東京でもねいっぱいあるんですけども、シェアハウスとは何ぞやと。これはですね、まあ、いわゆる家を部屋を借りて、うん、でキッチンとかトイレとかお風呂を共同で使う、いわゆる共同生活ですね。うんうん、でシェアハウスもいろんなタイプがあって、例えばオーナーが住んでる家に部屋を借りて住むとか、うん、いわゆる、まあ、オーナーが家を所有してて、じゃこの部屋貸すよとか、はい、っていうのもあるし、ホームステイみたいな、まあ、いわゆるホームステイの延長線、うん、ホームステイのちょっともっと分離した感じですね、うん、もあるし、シェアメイトだけ、本当にこう住む人だけが集まった家もあるし、うん、まあ、ちょっと私こういうとこ怖いわって人は女性だけのシェアハウスもあったりとかします、うん、セキュリティもあるしね、一軒家もあるしアパートもあるしマンションとかさまざまなタイプがあります、うん、でこのシェアハウスというのはですね、当時僕がオーストラリアにいた時は探し方が面白くてですね、まあ、小さな町なんで、はい、今の時代だったらね、なんかネットで探すけども、うん、当時はそのネットがそんななかったから、はいはいはい、町のね、うん、掲示板ってのがあるんですよ。へ、はい、日本人が集まる掲示板とか外国人とかの掲示板があって、そこに貼り紙するんですよね。そこに Looking for share mate みたいな感じで、シェアハウス空いてますとか、うん、貼り紙あって、僕そこに行って
で例えばワンルームで、うん、1週間いくらで、うん、でデポジットその最初の入金の保証金はいくらでって書いてあって、うん、家から何分でみたいな、うん、電話くださいみたいな。で僕たちはそういうのに行って、うん、あじゃあここにしようって電話して、うん、ねアポ取っていくわけですよ、はい、何月何日見に行っていいですかみたいな、うんうんうんまあ、僕ちょっとねビビリだったんで最初は怖くて怖いですよね日本人のお家に電話しました語学があらーとか言いながら、うん、もしもしーって言うからこんにちはみたいな日本人の大和河野ですみたいなまあ信用できますもんね同じ国の人の方が、ね、そうそうそう怖いしね、うん、と思ってやっぱ日本人のお家に住んだんですけども、うん、まあ僕は最初住んだお家はですね、はい、町の中心から30分ぐらい離れたね、うん、ちょっと離れたお家に住んでました、うんうん、だから歩いてたんですよ僕30分へ毎日往復1時間ねすごいそう、まあ、ちょっと離れてたんですけど、まあ、結構静かなところ で、うんうん、で僕最初住んだのは2階建てのシェアハウスで、はい、10人住んでましたすごい10人すごい多かったいや相性も絶対あるでしょうね会う人会わない人こんなに人数いたらそうなんですようわでも僕ねそのうちは結構静かで、うん、ほとんど住民に会わなかったんですよねあ超いいですねしかもねなんだろうその2階は共同玄関からの、うん、家なんですよ、うん、でも1階はもう外から家に部屋に入れるタイプだったんですよ、はい、でもいわゆるそのドア開けたら部屋があるみたいなあはい、ですのでいわゆるなんか家に入って玄関入って、うん、キッチンがあってそこから部屋があるとかじゃなくて、はい、僕が住んでたタイプはもう外から家に、うん、もう直接部屋に入れちゃうだからあんま人に会わなかったんですよねああ、うん、そっかそうそうもともと会わない設計みたいになってただからすごい静かでね結構快適だったんですよねでちなみに当時僕が住んだお家の家賃は、はい、水道光熱費とネット代込みで1週間1000ドルでした、うん、あ100ドル100ドルごめんなさい、はい、計算が高いですね100ドルちなみにね当時のオーストラリアドルっていうのはめちゃめちゃ円高だったんですよ、うんはい、なんと1ドル56円という時代でしただから、はい、まあ1ヶ月2万4000円ぐらいだったんですねこのうち高いんですかいやめちゃめちゃ安いです安いんです、ね、2万4000円で電気代光熱費込みで住めちゃう、はい、大体今沖縄の相場って4万とか6万ぐらいそうですねちょっと一人暮らしまだやってああねえ皆さん大きな豪邸にねそうなんですよパパと一緒にパパちょっと違いますよ実のパパにね実の父でそうそうあのね、まあ、大体4万か6万ぐらい住んでるんですか、それプラス光熱費だから、まあ、結構一人暮らし大変なんですけど、うん、2万4000円で全込みだからめちゃめちゃ すごいですねそうだそうだ、うん、っていう家に住んでたんですけども、うん、まあちょっとね引っ越しました1ヶ月ぐらいでなぜかというと、はい、やっぱ遠かったですねやっぱ そういう理由でよかったですそうそうそうあと日本人しかいないっていうのもあって、うん、ちょっとなんかその外国に住んでるのに、うん、なんで日本人と生活してんだろうと思っちゃって、うん、で結局そのうちは1ヶ月で辞めたのとあとまあ、うん、仲いい友達がいてタイ人の、うん、彼にまあ誘われてうちの家空いたからうちに引っ越しておいでよってことで引っ越したんですよでなんか引っ越すのも大変そうなイメージありますよね、うんうんうん、オーストラリアの引っ越しはとても簡単でシェアハウス2週間前に引っ越しますって言うと、うん、じゃあ OK みたいな感じで敷金とか礼金もねそんなにないんですよほとんど、うんまあ、入る前に2週間分の家賃は一応もう保証金みたいな感じで出すんですけども、うんうんうん、大体帰ってくるんですよねすごいそうだから簡単に引っ越しできて簡単にすぐまあいけるといいですね、うん、気軽な感じで変なしながらあすいませんっていうのもないわけですよそれもないしねだそういうこともあって結構まあ気楽に引っ越しもできたのですぐ引っ越しちゃいました、うん、で2つ目のシェアハウスはですねこれがまたね、はいはい、これは5人暮らしだったんですよね、はい、1つの一軒家に、うん、で5人住んでて、うんうん、で当時は台湾人タイ人韓国人とそして私日本人のう、まあ、そういう感じの5人で住んでたんですよこれは水道光熱費ネット代込みで週125ドルなので、うんまあ、1週間7500円だから、まあ、3万もしないぐらいですかねおすごい、うん、安いこれ、うん、これはねもう街から歩いて5分か10分まあ超いいじゃないですか楽でしたねあいいなと思ってこの時引っ越した時に、うん、あ外国人と一緒になるしちゃんと英語もね勉強できるし、うんうんうん、いいとこ取りそうそうそう、まあ、いい街も近いしこれはいい環境だと思ってよし、うん、じゃあ今日から頑張って勉強するぞみたいなふうに思ったんですよ、はい、そしたらこの家、うん、まさかのパーティーハウスでしたパーティーハウスパーティーハウス、はい、さあこれ何ぞやとやっぱりね、うん、シェアハウスって住む人によって環境が変わるんですよ例えば、はい、学生が住んでる家だったらもう学生が集まってきますよね、はい、社会人が住んでるとこは、まあ、あんまりほらずっと日中働いてて、うん、夜はゆっくり過ごすとかね、うん、するんですけど僕が住んでたのは、はい、もう学生のシェアハウスだったので、はい、みんな友達いっぱい連れてくるんですようわ毎晩毎晩いいんですか他人を連れてきてもいい、うん、まあここかなり緩かったですね
もう朝毎晩毎晩友達が友達を連れてきてパーティーをするんですよ。へえ。いやもうこれすごかったですね。まあ僕も混ざってたんですけど。よかったんですね。まあ楽しまあね、うん、そう楽しかったですけどね。まあ、でも耐えられない人には耐えられない。苦手な人は、うん、そうかも。本当毎日パーティーで、うん、であのオーストラリアのゴミ箱、はい、こう大きいこういうなんていうんですかね、ゴミ箱があるんですけども、はい、日本ってゴミ袋をゴミね、うん、家の前に置きますよね。あ、はい、ね、回収してくれますよね、うん、向こうも回収してくれるんですけど、はい、大きなこうバケツみたいな中にゴミ入れて、はい、それをなんかそのゴミ回収の前に置いとくと、はい、ゴミをこうガチャンってこうバケツをひっくり返してゴミ収集車に入れてくれるんですよ、はい、だからゴミ袋じゃなくて向こうは大きなゴミ箱にゴミを入れるんですよ。はあ、ちょっとだから洗わないとちょっと汚いんですけどですよね、うん、臭そうと思いましたまあでもそうそう洗ったりしましたけど、そこであのリサイクルバケツがあって、うん、いわゆる缶とか瓶入れるんですよ、うんうん、あ一応分別するんで分別そこはしてるんですけど、うん、そうパーティーハウスって何が問題かっていうと、はい、みんな飲むから、はい、もう3日でねバケツ満タンになっちゃうのあ1週間に1回しか来ないのに3日で満タンなんですよバケツが。うわこれどうすんだよみたいな。うん、どうするんですか。4日後から溢れてますよあの瓶と缶が全部ビールっていうね。すごい肝臓大丈夫なんでしょうか皆さん。いややっぱね僕もその時当時めっちゃ飲んでたから、うんまあんま気にしなかったんですけども本当にね毎晩パーティーをしてねそういうゴミ問題がありましたけどね。でもすごくやっぱりなんだろうな多国籍の人と住むって楽しくて、うん、韓国人の文化学んだり台湾人のことで聞いたり、うん、タイ人とか香港の人とかいろんな人とね仲良くなったんですね、うん、男女関係なくねこう国際友好ができて、うん、特にアジア人ってのはアジア人と仲良くなりやすくて、うんまあ、文化もちょっと近いから話もしやすいし、うんうんうん例えば台湾人とか中国人とかって、まあ、漢字書くじゃないですか、はい、だから分かんなかった時漢字書くんですよ。あ伝わるんですか、うん、したらあこういうことみたいなちょっと理解できちゃうこういうこともあってね結構話ができて、うんまあ、こういう環境で住んでたんですけども、うん、シェアハウスに住むってどういう感じなのかって、ねうん、ちょっと少し分かったかなと思うんですけども、うんはいまあ、やっぱりね他人との距離が近いんですよね。ですね、うん、朝誰かの目覚ましが鳴るとかねうわトイレが長いとかねそうですよね、うん、朝トイレ渋滞するし、うんうんまあ、女の子が住んでた時は風呂長かったしねえ男女で住むとかあそう男女混合ですよ、でも部屋はね自分の部屋があるけども、うん、だからやっぱり女性そういうの怖いちょっと嫌だなって人は女性だけのシェアハウス住んでましたしね、うん、あそっか、うん、僕たちはもう男女混合のシェアハウス住んでて、うんうんうん、トイレと風呂は1個の部屋にあるから、うん、あ朝お腹痛いと思ったら、うん、あいつシャワー入ってるじゃんみたいなしかも長えやつだみたいなっていう パターンがねうわあったりとかうわまあ、まあでもそれもね心穏やかに過ごすのも大変ですね、うん、人によりますけどねでその中でも僕はまあ楽しくできた方かななんて思うし、まあ、それを良しと見るか悪く見るかそれぞれのとこですけども、まあ、そういう楽しい生活もできるとでこのワーキングホリデーってやっぱみんな英語を勉強したくて行く人も多いし、はいまあ、楽しむために行く人もいるけども大体こう外国に入国して、はい1ヶ月目は ホームステイをして、うん、そして2ヶ月目ぐらいからシェアハウスで住み始めてみたいな、うん、そうするとそこら辺からこうワーキングホリデーって別れ目なんですよ。へいわゆるそこからパーティーばっかして、うん、バカになっちゃうタイプなるかやっぱこれじゃまずいっつって勉強をしっかりやって家も考える人もいれば、うん、いわゆるその本当に分かれ道だったんですよ。そうですね与えられた期間をどう使うか、うん、そうそうそう1年とか2年しかない期間いかにこう生活を自分の英語力を伸ばすかっていうね分かれ道だったんですよね。大丈夫でしたか。僕はね結構分かれ道だったんで、うん、これやばいなってちょっと思った時もあったんですけど、うん、まあ幸いにも僕はこのオーストラリアはこの町、うん、ケアンズに5ヶ月住んでたんですけども、うんうんまあ、出なくちゃいけない時期に来てたんですよ。へ実はまあ学校をね4ヶ月間通ったんですけども、はい、卒業の時期が近くて、はいまあ、バカになりかけの時にバディバカになりかけの時に卒業で終わりだなみたいな、うん、その後僕は大きなミッションをしなくちゃいけなかったので、はい、その実はねこの後ビザを延長するためにある場所に行かなくちゃいけなかったと、はあ、いうことでこのお家を出たわけなんですね、はいはあはあ、どこに行ったのかという話はですね、はい、来週したいと思います。この僕の過酷な第2弾、ここでエピソード2が始まるわけなんですけども、この楽しかったシェアハウス、毎日が修学旅行だった、うん、このシェアハウス暮らしが終わり、エピソード2に来週の話をしていきたいと思います、はいはい、来週の話もねぜひ期待してもらえたらと思います。ということで今日お話ししたスパイスオブザライフ、僕のスパイスはアホみたいなビール生活でした。はい、以上スパイスオブザライフのコーナーでした。
大和コーナーのハレドキドキハンバーガー、時刻は8時49分になりました。私ハンバーガリストの大和コーナーです。そしてアシスタント菩薩ガールのマチルダです。はい、ということでもうエンディングです。今日も楽しくあっという間に過ぎ去っていきましたね。楽しかったです、ね、ありがとうございま す, います。やっぱマチルダさんは元気な放送になりますね、うん、あ、本当ですか。はい、パワフルな感じ で, ありがとうございます。楽しかったです。はい、じゃあ、アンケートをね募集したんですけども、その結果発表、この今回の寿司ネタ全然集まらなくてですね、皆さん分かりづらかったのか興味なかったのか何ぞやって感じだったと思うんですけども、うん、この中で、4つね、チキンアボカド、エビケーキ、ドラゴンロール、爆弾のやつ言ったんですけども、チキンアボカドが第1位ということで 67%、 まあ多分ほとんどの人はこれで、うん、エビケーキ、ドラゴンロール一人一人で爆弾ゼロみたいな今度僕爆弾作ってあげるから皆さん食べてください。あ、やった、美味しいっすよこれね。まあちょっと、まあまたね、寿司の話また次回やりましょうか。はい、はい、ありがとうございます。お届けしてまいりました。では、この大和コーナーのハレドキドキハンバーガーは来週の月曜日また放送していきます。次はもう10月の末、10月29日8時から放送いたしますので、うん、また来週も聞いてもらえたらと思います、はい、で再放送はね、水曜日12時からと土曜日14時から聞けますので、うん、聞きます、ね、寿司ながら食いながらね聞いですね、うん、思いますということで、残り1分になりましたけども、はい、ここでマチルダさんのコーナーやりたいと思います。コーナーマチルダのやってきたよ、マチルダのスコットランド、スコットランドちょっとスコットランドネタがないんですけ ど, ないですけど、ね、今日はねマチルダさんの妹のそうそうモニカの話、モニカが、はい、妹のモニカの面白い話を聞きたいなと思って、はい、超ド天然なモニカがいるんですよ私の妹には、はい、めちゃくちゃ可愛いんですけどね、あの、まあ、うん、容姿はもうキレ、うん、キレなんかもうできそうなできる系のお顔してるんですけれども、ね、美人のね、もう言葉のいい間違いが本当に多くて面白いんですよ。一つだけ言うと、うん、電話で、うん、上司に、上司宛に電話がかかってきて、うん、上司は今普通だったら手が離せません、はい、って言うじゃないですか。もうパニックしたんでしょうね。パニックしたんでしょうね。今手がつけられませんとか。なんかまあ分からなくはないけど、分からなくないけど。どんな思いしてるんだろうっていう。もう、もうこういうのとかいっぱいあって、ちょいちょい教えていきたい。いいですね。今度モニカさんも連れてきてください。あ、ぜひぜひぜひ。もう言い間違いのオンパレードになるラジオだと思う。やっぱりね、人間言い間違いいっぱいあるけど、もうなんかもう言い間違いって後からね、うんうん、なんかふつふつと笑ってきますよね狙って言えませんもんね、はい、もうこんな感じでね、あっという間に終わりになっちゃいました。ということで今日はありがとうございました。大和コーノでした。そしてマチルダでした。またね、バイバイ、バイバイ。